はい、皆さんこんにちは、ティルクソン投資です。いつもありがとうございます。爆音のするライブハウスは今後なくなっていくのかどうかなんてことを考えてみたんですけれども、まあもちろんライブハウスなので、非常に大きな音、非日常的な大きな音で音楽を聴くっていうのが醍醐味ですからね。それはもう絶対なくならないし、うちもそうですしね、ある程度の音は絶対に必要そうなんですけれども、昔ね、まあ、昔っても80年代以降のライブハウスしか僕は知らないんですけれども、80年代ぐらいはね、本当にね、まあ、ヘビメタと言われるジャンルがまあまあ多くて、ハードロックやロック、まあ、いっぱいあったけども、でね、そういう、ジャンルだとね、もうね、本当ね、何やってるか分かんないぐらい音が大きい。もう入った途端何事かと思うくらいのね、音の大きさのライブハウスっていうのもね、いっぱいあったんですよ、うん、で見に行ったり出演してたりもしてたんですけれども、やっぱどうしてもね、そこまで行っちゃうと僕はちょっとんって思ってて、迫力あるけど、まあ、正直何やってるか分かんない。もうメジャー進行の曲なのか、マイナー進行の曲なのかすらも分からない。どこがサビなのかも分からない。転調してるかどうかも分からない。誰かが間違ったかどうかも分からないぐらいな勢い、大げさに言うとね。でそこまで言っちゃうと、ちょっとね、やっちゃうとね、どうかなって僕は昔から思ってたんですけれども、で最近はね、だんだんね、そういうのがやっぱりね、なくなってきたなと思いますね。音も良くなったっていうのもあるし、あまりに常軌を逸した音を出しているところはやっぱり少なくなったような気はするんですよね。それはやっぱりそういう、みんなのあれもあるのかなと思いますし、まあ、ただね、それでジャンルがね、やっぱりね、ヘビーメタルってやつはね、ちょっと失礼かもしれないけど、まあ、正直そのパワーコードっていうのがあるぐらいですから、ルート音と5度だけでいいじゃんっていうね、3度とかいらないじゃんっていう話ですから、まあ、それだけで押していく音楽、まあ、もちろん今テクニカルです、非常に高度な難しいことをやってるヘビーメタルバンドいっぱいいますけども、でも大体において、なんていうんですかね、まあ、テンションノートはあんまり使わないよっていう音楽なんでね、やっぱりそこは音が大きくなきゃもうかっこ悪いしね。なので、まあ、それで良かったと、まあ、そういう乱暴な見方もできると思うんですよ。でね、最近の音楽、若者が好んで聴いてる音楽がね、これがまたね、まあ、非常におしゃれなわけですね。コードが非常に複雑、まあ、あれですね、まあ、フラット5が入ってくるとかね、11度が入ってくるとか、9度が、ナインスが入ってくるとかね、ディミニッシュなんてもう絶対入ってきますし、もうそういうね、テンションコードですね、それがたくさん散りばめられてるのが多いわけですよ。で僕よく言ってるんですけど、やっぱり我々がね、正直ね、昔聴いていた音楽に対してね、まずね、今の音楽はね、情報量はね、2倍ありますね。2倍、もう1小節の中にね、2回もコード変わんのかよっていうのありますしね、転調もいっぱいあるしね、サビで必ず転調したりしね、イントロが転調して、また A メロで転調してとかね、サビで転調してとかね、繰り返しがあって、繰り返しがあんまりなくて、なんですかね、B セクション、C セクションはおろか、D セクションぐらいまであるんじゃねえかみたいなのね、曲もいっぱいあるしね、そう、複雑なんですよ、もう、情報量がすごい。そして、速いっていうのは、テンポが速いんじゃなくて、その情報量に対して、処理能力が速いって感じですね。どんどん展開していくとかね。コードがいっぱい出るとか、だから本当にね、パソコンで言ったらね、CPU の違いって感じですよね。っていう風に感じてるんですよ。で、まあもちろんそれがいい音楽なのかどうかっていうのはまたちょっとまた違う話になってくるんですけれども、でもそうやってですね、情報量が多い、そしてテンションノートとかね、そういうコードの響きを大事にしている音楽が多くなってくると、これ爆音にして何が何だか分かんねえや、でもなんか音が大きいから気持ちいいじゃん、へへって言ってる。すごい失礼なこと言ってるけど、そういうんじゃ成り立たないんですよ。せっかくここでナインス入れてんのに分かんないじゃんってなっちゃうわけで、ディストーションもぐしゃーって入れちゃうともう分かんないじゃないですか、何入れてんだかね、さっぱり分かんない。なので今の割とそうですね、若い子がやってるギターってあんまりディストーション入ってないですよね。強いディストーションはクランチ気味だったりっていうのはあるんですけれども、でそれはやっぱりそういう今おしゃれなコード弾いてますんで、重要なコード弾いてるんで分かんないと意味ないんで、ディストーションかけませんってとこでしょ。あとカッティングですね、白玉でギャーンじゃなくて結構カッティング系の音楽が多い。これも
それを聞かせたいんだったらやっぱりそんなディストーションかけない方がいいしね、もうかけらんないし、で音もそこそこじゃないと分かってくれない、ベースがこの音を弾いていて、でギターはこのテンションのコードを弾いてますよっていうのをちゃんと分かってほしいので、音もそんなにでかくして何がなんだか分かんないようにしちゃってかっこいいでしょっていうのはもう古いっていう風にだんだんなっていくと思うんですよ。実際今そういった若者の音楽を再現しようとしたらやっぱりいい音にしなきゃいけないですからね、うん、なのでね、だんだんそうなっていくのかなっていう気はしますね。で大体ね、でかい音を好むのはね、もうねジジイですから、もう僕も含めてですね、もう40、50、60のですね、昔ヘビメタやってますよっていうジジイはね、もう耳も悪くなってるからね、そろそろもう自虐も含めてですけど、もうねやたらトレブルをね上げちゃうとかね、うん、爆音じゃなきゃいけないんだとかね、マーシャルは10じゃなきゃいけないんだとか言ってるのはね、もうね老害ですからね、はっきり言ってね、もうね、もう自分も含めてなんですけども、もうねそう音楽はね爆音じゃなきゃダメだっていうのと、今の若者20代ぐらいの人はねちょっと考えが違うかもしれません。まあ、もちろん今だって若い人だって絶対ね大きい音ってかっこいいと思うんですよ。僕もそうですし、ある程度の大きい音やっぱりかっこいいなと思うし、これは必要だなと思いますよ。ライブ絶対いいよって、レコードじゃないや、その CD だけじゃなくてライブ会場行ってこのドーンっていうのを聞いてみないと絶対感動するよって思いますよ。思うんだけども、耳をつんざくような爆音で良かったっていうのはもうね、さすがにそこまでいっちゃうと、もうそれは僕も若い時からねちょっとこれはなと思ってたんで、うん、そこまではない。で昔ねちょっと話しておりますけど、80何年かな、2年ぐらいかな、3年ぐらいかな、44マグナムとアーシェイカーっていうバンドがちょうどデビュー直前ぐらいのライブ行ったんですよね。新宿ロフトだったと思うんですけどもね。でね、それがねまたねすげえ音がでかいわけですよ、当然。でね、かっこいいんだけどやっぱり何やってるか分かんないんだよね、うーんって思いましたよ。すげえなと思ったけど、これがヘビメタか、ジャパメタかなんて思いましたけど、ちょっとねでかすぎてね分かんないんですよ。あれじゃあ何やっても分かんねえなと思いましたもんね。早弾きやってもね、ディストーションもすごいわけで、うん、だそういうのは僕もあの当時からこれでいいのかなと思ってたんですけれども、うん、でも今はね本当にね多分そんなこともない、どこのライブハウスも音良くなったと思うんですよね。でやってる側もバンド側も多分それを意識するようになったと思うんですよ。やってる側もいくらなんでもこんな大きい音じゃ分かんねえだろうって思ってる頭のいい人が多分増えてると思うので、今はね、だからいい音になってると思うんですけど、やってる側の責任も大きいですから、ライブハウスなんてやっぱり生音が結構出ちゃうからね、うん、だけどそれを無視してる老害と呼ばれる老人ヘビメタの方もね、中にはちょっといるかもしれないんで、まあそれはねその人のねポリシーですからね、やりたければいいんですけれども、でも伝わんないかもしれないよっていうことぐらいはね分かっておいてほしいかなと思いますね。ただ今日のお話はちょっとね何も結論は別にないんですけども、うん、これからはやっぱりちゃんと分かる音楽やっていかなきゃいけないなと思ってるし、ライブハウスもただ単にね音が大きいからどうだっていう時代はもう全然そうじゃないなと、ここ何十年もそうだろうなと思いますけどもね、うん、はい、なんかね今日はそんなお話をしてみました。また聞いてください。ありがとうございました。